はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールです。プレミアムモルツの、これ何これ？ディープアロマ。心和む熟成香。というのが出たっぽいです。サントリーの、天然水醸造の生ビール。豊かなコクと香ばしい香りを、香ばしい香りの余韻をお楽しみください。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数が5.5%です。まあ、いわゆるあれですかね。琥珀恵比寿の、プレミアムモルツバージョンみたいな。でしょうか。これもコンビニで売ってましたね。コンビニで売っておりました。乾杯。違うな。色が別に、琥珀色っていうことでもないですね。なんかおかしいぞ、これ。何かおかしな香りがする。なんだこれ。なんだこれ。おかしい。何これ。今まで味わったことない、味するんだけど。ビールで。香りするんだけど、飲んだ後の。あ、こちらセブン&アイ限定で、あれですね。セブンイレブンとか、限定みたいです。ディープアロン。12月の11日に、限定発売と。一日の締めくくりにくつろぎのプレモル。プレミアムモルツのこだわりの素材、製法をベースに、希少品種であるダイヤモンド麦芽に加えて、新たにカラメル麦芽、ミュンヒナー麦芽を、含む数種類の濃縮麦芽を一部使用。麦芽由来の香ばしさを、より特徴づけることで、豊かなコクと余韻を実現。心和む熟成香でゆっくりと癒しの時間をお過ごしください。飲んだ後の後味がすごい変な味するな。なんだこれ。あれだな。ものすごいな。さっき飲んだ、銀座ライオンのビールに比べて、お前、こっち全然まずいな。ああ。恐ろしいぐらいの落差があるね。これダメですな、これ。普通のプレミアムモルツよりか多分、まずいですよ。普通のプレミアムモルツの方がまだマシだ。まあ、普通のプレミアムモルツもろくに飲んだことないんだけどね、最近。1年か2年ぐらい飲んでないです。プレミアムモルツ。これ、豊かなコクと香ばしい香りって書いてあるけど、全く、熟成した香りなんて全然しないぞ。いわゆるあれでしょ？琥珀エビス的な香りでしょ？まあ、すると言われりゃするんだけど、し
しないって言われると全くしないですね。いや、だいたいそもそも色からして、普通のビールと変わんない色してるから、あれでしょ。大して変わんないでしょ。でも一応カラメル麦芽とミュンヒナー麦芽を含む数種類の濃縮麦芽を一部使用って書いてあるから、一応入れてるんだと思うけど、そんな変わんないよね、色的にね。ちょっとないな。少なくともうまいとは言えないね。これはね。さっき飲んだね、銀座ライオンがいかにうまいかっていうのを、知らしめるレベル。ものすごい。ものすごいな。知らしめてる。やっぱ後味がおかしいな。なんか後味が。おかしな後味が、する。これダメだ。これはあんま美味しくない。うまいかまずいかで言うと、まあ、あんま美味しくないです。甘み。2332です。ご視聴ありがとうございました。